諸賀ンビールのジックラトウルのジックラト復元図。三層構造で、基壇上に、月神何な,なるの至り聖書があった。基幹構造は、日干しレンガ、外壁は、歴世で仕上げられていた。ジックラト、または、ジクラーとは、古代メソポタミアにおいて、日干しレンガを持ち、数階層に組み上げて建てられた、巨大な聖塔で、高いところを意味する。自然の山に対する信仰である。 クル信仰が起源だと考えられている。シュメール起源と考えられており、一般に地上の神殿または神殿群に付属しながら、ジックラとの頂上にも神殿を備え、神の訪れる人口の山として、メソポタミアの諸都市に建造されたと考えられている。しかし、機能的には不明な点も多い。メソポタミアにおいて、紀元前5000年頃に、 南部の都市エリルで都市の形成や神殿の建設が見られるようになる。やがて、シュメールアッカド時代と呼ばれる紀元前3000年期に都市の重要な展開が見られ、ジックラともこの頃に現れることとなる。王を中心とする先制体制の社会の中で、エジプトでは顕著であるが、大規模な建造物は王を象徴するという意味を持ち、王の権力を表すために、 実体の持つ力を大規模な建造物で表した。そのため、建築の表現において量感が中心となり、外部空間と建物の関係が構成上、重要であった。メソポタミアは、軸線の意識がそれほど強くないが、全体的に、性的、彫刻的な空間構成ということができる。旧約聖書の創世記に記されているバベルの塔は、 バビロンにあったジックラトが伝説化されたものという説もある。いくつかのジックラトが発掘されており、最大規模の遺跡としてはエラムの長がザンビール、比較的保存状態が良いものとしてはウルのものが挙げられる。ウルのジックラトは、紀元前2100年頃、ウル第3王朝のウルナンムが建造したとされている。規模は、第一層が、 底面62.5メートル43メートル、高さ11メートル、第2層が底面38.2メートル26.4メートル、高さ5.7メートルで、最上部に月神ナンナを祀る神殿を乗せていた。長方形の基部の4つの角はほぼ東西南北を指しており、正面と左右からまっすぐに階段がかかっている。正面の階段のみ3層目まで達していた。 全体では、上面が底面より小さい側面が台形の箱を重ねたような建造物である。メソポタミアでは建築に用いられる質の良い木材が少なかったこともあり、現在でもよく使用される日干しレンガや小成レンガが用いられた。躯体主要部は日干しレンガによって構成され、表面は小成レンガで仕上げられている。壁はバットレスと呼ばれると質粒がついており、 規則的に凹凸ができていることによって単調ではなくなり陰影のある外観となっている。また、底面の各辺や壁体の稜線は中央で膨らみがつけられているところからすでに視覚的補正効果を狙った表現がなされていたと考えられる。イラクにある、紀元前8世紀末、アッシリア帝国時代にサルゴン2世によって造営された。規模が長方形であった。 ウルのジックラドとは異なり、各辺が約43メートルの正方形の基部を持っていた。中心部の周りを左回りに、螺旋状におよそ7回膜、傾斜路によって頂上に達する仕組みであり、傾斜路の幅は1、8メートルである。正方形の基部と螺旋状の傾斜路の構造は、新バビロニア時代のバビロンのジックラドと,と同様である。4層までの外壁には、下部からそれぞれ白、 黒、赤、青の彩色が確認されている。ありがとうございます。